クリーです。お願いします。今日なんですけど、ある企画を持ってきました。シチュエーション別アニメキャラが言いそうなセリフ選手権。なんだいそれは。今ハテナ出てるでしょ。ピントは来てない。説明しよう。説明しよう。特定のシチュエーションがあります。まあ、例えば転校してきて自己紹介する、女性に告白された時とか、そういう、まあ、特定のシチュエーションをまず一つ用意します。そのシチュエーションに置かれた時に、あるアニメのキャラが言いそうなセリフを僕らで出していこう。ああなるほど。今回のお題は、女性に、私と仕事どっちが好きなのって聞かれた時に、アニメのキャラが言いそうなセリフを言う。なるほど。やつですね。より言いそうだなってなったやつの、まあ、価値、価値とかあるんですよ。誰が一番言いそうだったかっていうのは、皆さんコメントで教えてください。はい、いいね。挙手制で。配給よりカラスの高校1年生の皆さん。はい、1年生の1年生ね。はい、じゃあまずは主人公日向翔陽から。はいはい。ああはい、いきなり、まあ、やっぱさすが出題者やな。じゃあちょっと言ってくれる、どっちか。はい、じゃあ言いますね。うん、私と仕事どっちが大事なの。バレ。うわやべえ。やべえ。ついにじゃあ食い気味バレ。仕事でも私でもないバレや。翔陽こんな感じかなと。まあ確かにね。でも解釈一致ではあるよね。頭の中で好きなものは何に変換されちゃってる感じ。翔陽から。ああそういうことね。はい、どうぞ。じゃあ私と仕事どっちが大事なの。どっちも大事。こやべえじゃん。いや、でもそうだよ。そういうことや。そうそういうこと。多分翔陽はそういうことやね。そういうこと。そう。じゃあ、はいはい、私と仕事どっちが大事なの。まだ決めてないよ。ああ、なるほどね。まだ負けてない役するな。ああなるほどな。そう、あ、そういあの顔。ああ、はいはいはい、そういうことね。あの顔。あの顔です。私と仕事どっちが大事なの。大事なものに順番っている。怖い。あ、まあまあそうやな。今のセリフ言ってる時の日向の顔を見せていい。うん、この顔。なるほどな。その顔するよな、日向。うん、なんかこの顔すんみたいな。そうそうそう。あ、そうだ。確かにってなるやつ。うん、影山行きましょう。影山行く。もういいね。はい、はい、影山。もう影山。はい、私と仕事どっちが大事なの。お前にこれを言う日が来ると。ナイススパイク。ひなたがさ、ナイスレシーブしたとかってどっかの試合で。はい、どうぞ。私と仕事どっちが大事なの。比べるものではなくないですか。あー、言いそう。言いそう。確かにね、影山ね、女性と喋ってるシーンあんまないんだよ。そう、全部敬語でいくんちゃうかなと思ってたね。確かにありえる。よいしょ。次に、今伝えたいことが。あー、その前置きが必要だね。ちょっと、影山って考えたんだけど、考えれば考えるほどやべえやつだなって。ああ、でも俺別に影山のことバカにしてるわけじゃない。でもこう勝ったんでしょ。いや、やめて。勝った場所はつかないでしょ。私と仕事どっちが大事なの。俺はバレが大事だ。バレより大事なものなんてね。でも俺がいればお前は最強だ。冷静に考えたら意味わかんない。意味わかんない。意味わかんないよ。女の子気持ちいいわ。いや別に私最強じゃないから。そうなんだよ。最強になりたいわけじゃないから。そうだよね。いや、そう、最強だ。ちょっとこれはちょっと長すぎるからな。読みながらやってみますか。考えてきたってことね。もうお前いい。これもう読まない。私と仕事どっちが大事なの。俺と付き合いたいやつはたくさんいる。まずうざい。まずうざい。その中で俺と付き合えるやつは強いやつだけど、勝ち残りたかったら強くなってみるよ。せー。第1話よりただのセリフじゃん。じゃあ次は山口行きましょう。山口むずいな。一番普通なんや。うん、あります。私と仕事どっちが大事なの。明日まで考えさせて。ああ、すぐには答えられない。ちょっと俺も結構山口割と解釈一致かも。あ、そう。ちょっと似てる回答。似てる。うん、似てる。考えてきてるけど。私と仕事どっちが大事なの。こんな時好きならなんて言うかな。うわ、それ言いそうやな。ひなたなら
なんて言うかなって考えて考えて、質問なんだったっけ。山口はね、私はもう出ません。出ません。だってさ、もう出てんだね。そこ以外なんかあんのかな、このラインが。そう、そのラインでもう。じゃあツッキー行く。ツッキー行こうか。ツッキー行こうか。ツッキーはね、あるイメージしやすくないでも。確かに。ツッキーよ。なんかね、ツッキーはね、近しいものを感じるんですよ、性格的に。あ、クリとね。ああ。じゃあ行ってください。おでんの具だったら違う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 。おでんの具だったら何が好きじゃないの。違うの。ガンモドキ。ガンモドキだし。私と仕事、どっちが大事なの。あー、いるよね、そういうのはっきりさせたい人。あーすごいな。すげえ。すごい。結構ね、おー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 、ちょっとそれ優勝かもしれない。優勝だよ。チャンピオンシップかも。チャンピオンシップ。これはすごいわ。ツッキーはこれ、それだわ、それだよ。やめようかな、もう。やめようかな。いや、それなんだもん。それ、これでしょ。俺先行って。で、結構多分な、クリのやつ近い。近い、うん、はい、私と仕事どっちが大事だろう。そういう質問する女子嫌いなんだよ。シンプルな。はい、そうだね。こういう感じなんだ。うん、そういう感じだよ。これも、そう。お、私と仕事、どっちが大事なの。嘘でも君って言った方がいい。ちょっとかっこいいよりの好き。確かにな。はい、昨日、はい、理想も込めて。はい。いや、こんなんツッキー言ってくれたらちょっと、あー、キューンくるんじゃないの。逆にな、私と仕事はどっちが大事なの。仕事に決まってるじゃん。ただ、君がそばで支えてくれるから仕事に集中できると思ってるよ。おお。ちょっと意地悪言いながらも素直さも出てる。そう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 。ちょっとあれだね、愛を知ったね。そう、愛を知ったね。愛を知ったね。これ、ちょっとクリのが良すぎたな。そうだね。ちょっと最初に出しすぎやわ。確かに確かに。いいっすか、この動画終わってもたよ。チャンピオンシップってことで、この企画面白いな。はい、まあって感じですかね。ああ、なるほど。これ今回エキシビジョンみたいな感じ。エキシビジョン、まあまあまあ、まあとりあえずやってみたって感じですね。はいはいはい。思いついた企画を。まあちょっとやりたいけどな、2年3年とか。ああ、2、3年で西野屋とか浮かんでんもんな。はいはいはい。俺は牛若とかやりたいよ。うわあ、やすい、いいね、それいいな。白鳥さんやりたくない。やりたい。めちゃめちゃやりたいじゃん。天童やりたい。やりたいでしょ。この動画が伸びたらね、他の高校、まあやってみましょう。シリーズ化してやっていくんで、はいはい、いいね、高評価お願いします。おお、やめて。何押したくなるわけ。ありがとうございました。ありがとうございました。